地元の大きな公園で撮った写真。休日だったためか、親子連れや子供、老人などが多く散歩していたという。だがこういう賑やかな時には霊も姿を現しやすい。楽しげな昼下がりとは裏腹に、奥の森の中、暗い闇の中に何かが浮いている。これは首をつって死んだ中学生の霊である。いじめに耐えかねて自殺したが、まだ成仏できないでいるのだ。極めて危険な霊のため、この森には近づかない方が良い。母親と二人で旅行に行った際撮った携帯写真である。観光地である山の中、橋の上で写真を撮った。すると母親の脇をつかむ何者かの手が映り込んだという。気づいたのは後で携帯を見てからだった。ここにいたのは投稿者と母親の二人きり。この手の主は一体どこに潜んでいたのだろうか。後日母親は脇腹に虫刺されのようなひどい腫れ物ができたという。